STS-101 はアトランティスを用いて物資の補給のために国際宇宙ステーションを訪れたスペースシャトルのミッションである。2000年5月19日から5月29日まで10日間行われた。強風のため当初の4月の打ち上げ予定日から3度延期された。STS-101 は410万マイルを飛行し、 地球を155周して、ケネディ宇宙センターの第15滑走路に着陸した。グラスコックピットを用いて行われた初めてのミッションである。2000年5月19日、ケネディ宇宙センターより ST、STS-101 の打ち上げ2000年5月29日、NASA シャトル着陸施設への STS-101 の帰還 STS-101 のミッションの 主な目的は、スペースハブを用いて ISS に物資を補給することであった。また、ボスとウィリアムズにより一度の宇宙遊泳が行われ、ISS が再転化されて、高度 370km から 400km に上昇した。また細かいこととしては、ISS の空気を採取して二酸化炭素濃度をモニターすること。 個人用の携行可能な送風機を展開すること、空気の流れを測定すること、ISS の動管を改良すること、空気フィルターを交換すること、ザーリャの消火器と煙探知機を交換すること等が含まれていた。また故障したザーリャの4つのバッテリー及びバッテリーの電子回路の交換。 電波遠隔操縦システムのメモリーユニットの交換、初期の通信用アンテナのポートの交換、無線周波数電力分配器の交換、宇宙ビジョンシステムの標的の初期化も行われた。STS-101 から使われたアトランティスのグラスコックピット ISS には、水やドッキングのためのキット、記録用のフィルムやビデオ、事務用品、そして個人的な品が運び込まれた。 運動用具、医療器具、ホルムアルデヒド検出器や、線量測定器等、乗組員の健康維持用の物品も同時に運ばれた。このミッションでは、コロンビア号空中分解事故と同様の事態が起こった。損傷を負った耐熱タイルが剥がれ、大気検査突入の際に、高熱のガスが左翼に入った。ガスが機体の奥まで侵入することはなく、この損傷は、 次回の飛行までに修復された。もしこのガスが機体の奥まで侵入していたら再突入の際に爆発していたと考えられる。このミッションはグラスコックピットを用いて行われた初めてのミッションだった。NASA ではジェミニ計画以来伝統的に宇宙飛行士のために音楽を流している。アポロ15号では初めて乗組員の気象のために用いられた。 曲は家族等によって乗組員個人にとって特別な意味がある曲や日々の活動に適切なものが選ばれる。ありがとうございます。